ここ数日緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかしそのうちの5人はすでに去っています。ええ、帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。他の5人、稲妻のライデン将軍を含め2000年前とは違います。今の俗世の七七世、最も若いスメールの宗神は500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは、建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？え、急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類と麒麟の根血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユエのために戦いました。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七世の秘書として。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンを歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはん、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから、最後に取っておいたんだ。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ港に戻ろう。Yeah.